梅の木です。木の下を見たらこうやって黄色く熟したやつが何個か落ち始めてます。なので今からはしごを出して木の上の方の実もなるべく取れるだけ取ろうと思います。あまり悪いやつはポイしようか。あっという間に腰かごいっぱいです。まだもう少しありますが、とりあえず腰かご3杯取りました。ざっと洗って水気を拭いて、悪いやつは避けて、で干しときます。今年は梅シロップ作りをやってみようと思います。作り方はこの梅の重さと同じ重さの砂糖を合わせて瓶につけるだけです。砂糖の種類は何の砂糖でもいいようです。で、まずは甜菜糖で作ってみようと思います。これ650g なので、はかりで 650g 梅を量って、この瓶の中に砂糖と一緒に入れようと思います。で、発酵したりする場合があって、それに注意したりしないといけないんだけど、あと作り方も冷凍してからやるやり方とかいろいろちょっと細かいことはあるんだけど、まあ一番シンプルにとりあえずまずはやってみようと思います。あまりに熟してるやつはちょっと避けといて、なるべく青っぽいやつでやってみようかなと思います。熟したやつは発酵しやすいそうなので、一応この梅のヘタを簡単に取ってやってみようと思います。だいたい 650g。Thank you.
もう一瓶は氷砂糖でつけてみようと思います。これは梅2キロです。梅シロップをつけて約4日経ちました。こっちが氷砂糖の方で、こっちが天才糖です。氷砂糖の方は今水深12、3センチぐらい、天才糖の方は10センチぐらいです。1日目はもう1センチとかだったと思うんだけど、2日目ぐらいにまあ3センチぐらいになって、で3日目ぐらいに5、6センチになって、で今日一気にこう増えてきたような感じがします。でなるべく毎日こう氷砂糖とか梅を濡らすような感じで、気づいた時にこうやってポロポロっとこう全体に濡らしてあげるような感じにして、なるべく早く氷砂糖が溶けるように、梅からも浸透圧みたいな感じでシロップが、梅のエキスが出るようにやっています。もうあと出てるのこれぐらいなので、なんとかそれなりのものはできるかなと思います。こっちはなんか粒が溶けてないとこもあるんだけど、まあ一応シロップは黒いのが出てるし、今10日少し経ちました。砂糖も9割以上溶けて、いい感じにシロップができたかなと思います。でもう飲み始めることができて、でも好みは1ヶ月ぐらいまではつけておいて、1ヶ月ぐらい経った時に実を取り出した方がいいようです。ずっとつけておくと身のやっぱ渋みとかが出るようなので。で、そのシロップだけにしたやつは瓶に詰め替えたりとかして冷暗所に保存するか、できれば冷蔵庫に入れておいたらかなり長持ちするようです。じゃあ試しに味見してみようと思います。まだ10日過ぎぐらいで、1ヶ月近く経ってきた方がよりこう色とか香りが出るようなのですが、まあとりあえず10日ちょいのやつを。ちょっと正確な日数は分からなくなりました。多分今11日とか12日ぐらいかなと思います。で、大体基本の割合は梅シロップ1に対して水とか炭酸水とかいうのを4が大体の基本らしいです。目安で。ただの水です。生まれて初めて梅シロップを自作して飲みます。今から飲んだことない、美味しいです。なんだろう、やっぱ梅のとてもなんか風味が良くて甘くて飲みやすい、結構なんか濃厚な感じもするような、これ絶対炭酸水でやっても美味しいと思います。それとこのシロップをかき氷にかけて、あのかき氷の蜜にすることもできるようです。まだやっぱでもちょっとこう深みというか、まだもっと出そうな感じがします。まだ浅いような感じ、でも今でも全然飲める、すっきりとしたような感じです。また1ヶ月ぐらいまでは毎日瓶をこう気づいた時にくるくるっと回して、中を多少かき混ぜて発酵をひどくしてないかとか様子を見ながら置いて、で1ヶ月経ったら実を取り出してシロップだけにして冷蔵庫とかに保存して飲もうと思います。とりあえず簡単でした。
要は砂糖につけるだけという